いやー、かなさん。髪の毛、だいぶ抜けちゃってますね、僕。やばいやばい。はい。ということで、今回からですね、リクエストに応じてですね、101回のセールスをしようかなと思います。記念き記念すべき1回目は何にしようかな。記念すべき1回目は、うん、記念すべき1回目はノープランなんですけど、 まあその情報発信ですね。まあ、ドリアカはまあいろんなノウハウが入ってるんですけど情報発信、うん、が僕教えてるとこなんですけども、うん、そう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 あのー、ねこのーなんだ今日昨日かな、まあ、僕の,その送っていただいた動画の次に再生されたのが、ね、MLM、うん、を選んだ理由みたいな感じで書いて、あのー、動画アップロードされてて、まあ、すげえいいなっていう。うん 要はねほとんどその情報発信する上で、まあ、かなさんはねこれからど,どんどんいけるんじゃないかなと思うんですけどなんかね出してはいけないところも出した方がいいんですよ。で出してはいけないところって例えばうーんなんだろうさ MLM って。 いう情報を発信すると「MLM やってますよ」っていう情報を発信かなさんは多分ないかもしれないですけど「MLM やってます」っていうのを言うと他の人からこうなん,かそのなんかあの人ネズミ子をやってんじゃねえかなとか,なんか怪しいことやってんなって言われたくないから言えないっていう、うん、だからこれはねそのセールスをする上で、まあ、ほとんど MLM で稼げない人ってその自分で何でこの MLM やってるのかとかその自信を持って話せないんですね。うん でその周りに影響されちゃうんですよ、まあまあ、周りに影響されてるから MLM 始めたっていう人がほとんどだとは思うんですけども自分はなぜこれを選んでなぜこれがおすすめなのかでどういうメリットがあるのかっていうところをその勉強会で聞いた情報だけなんですよその自分のなんか意見っていうのはないんですよ。で情報発信する絵って大事なのはもちろんそのベースとなる情報は必要ですよ。例えば細かいこと言うんだったら例えばドテラをやるんだったらドテラはこういう制度があってこうなってっていう情報は必要じゃないですか。 ただしその情報は別にマニュアルに載ってる情報であって大切なことっていうのは自分のこの気持ちというか自分の言葉なんですね。言言霊魂自分の言葉が必要なんですよでかなさんはまあ自分の言葉があるんですごくいいと思います。だからあの、まあ、かなさんがその今どれぐらいのねドテラの MLN のポジショニングかわからないですけど僕はドテラで 月500稼いでる人と何度かねお話ししたことがあるんですけどその人もね結構ぶっ飛んでるんですよでその人もインスタ使ったりとかねで一回その鹿児島にその人が来てくれきて来るっていうことがあって会いましょうみたいな感じでその女のじゃあ女が6人ぐらいいて僕男一人で <laughs> でその人もあの結構ぶっ飛んでるさ 500 500万稼いいでるんで、月500ぐらいあるんで、ででるるるんんんん月ぐららあぶっ飛んでるんですね。だから話が合うというか面白いなと思うんですけど、うん、でその人はもうねその情報発信する上でそのもうくくりがないというかもうぶわ何でもこう言えるというか,だから今結構そのかなさんの中で今始めたばっ、まあ、YouTube に関してはね多分始めて今どれぐらいだ1ヶ月経ってないですよねちょっと見ましょうかかな、かーちゃんチャンネル。 母ちゃんチャンネルが動画がいつからアップロードしたんだうん。こう多分あんまあれですよね。あの、これ見えないな。動画。チャンネルの概要がないな。まあそう、新しいですよね。なんか1年2年やってるってわけじゃないですね。これからですよね。うん。だからまあ、その、うん、これからいろいろな、その、 カナ、まあ、さんは大丈夫だとは思いますけどもそのなんだろうなそこのマインドブロックですよね <laughs> うんそのどん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 出していくっていう、うん、その自分の思いっていうのを出していくっていうのは大事ですね情報発信で情報発信でうまくいかない人っていうのはその,その自分のあ主種がないんですよね種がうん主がないんですよ例えばユッコさんもそうなん最初はねまねるところから入ってもいいんですけどその 例えばゆっこさんもドリアカーに入って勉強してじゃあ自分なりの情報発信の仕方ですよねいろいろやってみてで最終的にラジオ風にしてちょっとエンタメ性入れる編集するっていうのがまあ今落ち着いてる部分なんですけどあれゆっこさんの独自風じゃないですかうん独自ですよね、うん、でその中で自分のさらに自分で伝えたいメッセージとかね自分のやりっこのことを伝えてるじゃないですかうんかまあ世界に一人だけのカナダなんで かなですから,、うん、だからそういうのをつこれから作っていけばいいんじゃないかなと思います。でそういうその情報発信の仕方ですよね。どういうふうに情報を発信してそのあとはその集客をしていかないといけないですから例えばあの今のは本質僕がお話ししたのは本質なんですけれども何だろうな表面上も必要なんですよ。表面上って何かっていうと集客しないといけないんで。 うん、再生数を上げないといけないいいとけんですよ例えばゆッこさんの事例だとこの前ドリアカに講義提供していただいたんですけどゆッこさんはトレンドキーワードとかもねいろいろ理解してる部分もあるんで、まあ、それでそのトレンドを扱ったものを動画で話してでそこでトレンドが発生したものなんで再生数伸びるんですよ露出が深まるんですねでそこから集客ができて実際に売れるみたいなわかります だ今のかなさんの場合だと、絶対その YouTube だと、多分今のやり方でずっとやっていくと、あんまり露出が増えないですよね。ただその MLM のキーは、だからやるとしたら再生リストで、まず再生リストも SEO 的に検索されるので、MLM、ドテラ、ドテラ、MLM、ドテラの何々、ドテラをやるとかも、ドテラ、ドテラえ、ネット大丈夫なのすみません、ドテラネットダメだったら、ドテラネットダメだったかな 情報を発信し多分ね、あとねあ、ハワイにドテラやってる人もいて、ハワイでドテラやってる人も結構稼いでるんですよ。多分、結構、リーダー格で結構稼いでるって、僕、コンサルしたことあるんですけど、その人、ブログと YouTube、ブログめっちゃやってるんですけど、ドテラの話をしてて。うん、だから、その、まあ、その、規約、僕もドテラ入ってるっちゃ入ってるんですけど、あのやってないんで。 そのなんだネットでそういうドテラっていうキーワードを使っていいのか分かんないですけどもし使えるんだったらガンガン使った方がいいですね、うん、まずドテラをやりたいっていう人を集客するためにドテラっていうキーワードを入れるとかあと MLM ですよね、まあ、MLM 女王要はその世の中では MLM でめっちゃ稼いでる女性の方っているわけなんですけどもでもこれはいないですかなさんこれはいないです 実際にいろんな MLM が世の中には存在して、この中で女性でめっちゃ月1000万とかね、2000万。僕がリアルであったことがあるのは500万クラスの人なんですけども、女性の方でね。女性の方で実際に直接話したことがあるのが500万クラスなんですけど、もっと上の人がいるじゃないですか、世界を見ると。例えばア、アムウェイで、アムウェイだと、そのおばあちゃんが、おばあちゃんが年間月8000万くらい入ってくるのかな。なんかおばあちゃん、すげえおばあちゃんがいるとか言ってたんですか、アムウェイでね。そのなんかぶっ飛んだ人、世界にいるじゃないですか。 でそのだから収入の、まあ、収入の部分に関しては結果としては言えないけれどもその MLM というキーワードをぶち込んだ動画を日本一アップロードすることはできるんですねでここに対してライバル不在ですライバル不在ですなんから YouTubeML を YouTubeML 女王みたいなできますよ だそれはちゃんとあのみあの情報を発信するということは伝えていかないといけないねで露出も必要なんですよ露出もだから僕もネットビジネス系の話もすればあのたまにね最近はちょっとやってないんですけどもそのアクセスを集めるための動画を撮ったりとかキーワードを意識した動画とか撮ったりとかいろいろしてますそれは工夫してますまあ最近はそれちょっとそんな安んしてないんですけどそうだから僕の一番 まあ少ない方なんですけど一番回ってるのが5万回とかはありますねまだ10万回回したことがないんですけどまあ5万回とかでもびっくりしたのがそのまあそのアイコスが一回トレンドで出た時に僕は動画を取りためてそれ再生もう狙った通りに伸びたんですねで当時アイコスで検索するともう全部僕ジャックしてたんですよ1ページ YouTube のアイコスで検索すると1ページ2ページ3ページぐらいまで全部僕の動画出てくるみたいなジャックしたんですけどでその時に あの全国回ってた時に車故障して、うん、車故障してでそのなんか呼んだんですねそしたらそのお兄さんが「あれアイコスの人ですか?」みたいなそ,うその影響ですよねすげえな一般人ね一般の人に動画見られてるわみたいなもうユーチューバーだなみたいなだからその見られる工夫もしない,しないといけないですねかサ,サムネイルの作り方はうまいのであとはその まあ今は練習みたいな感じでねここでやってるとは思うんですけど一般層にもこの一般層にこの、うん、作っていくコンテンツっていうのがないとリーチしていくってことがないと正直きついですよねこれからその広めていくってことだったらうんそうだそれをもうぶっちゃけあのまあ僕ね動画撮っていただいたら僕は返しますけれどもでど で逆に言うとカナさんが動画をこう来たら僕はその2回目3回目4回目101回目までやりますよただカナさんが動画がね、えー、来なかったら僕はこの次の動画あのやらないのであハマさんにも言いましたけどももしこれからの自分でこうやメディアを作っていきたいっていうことだったらそっちに時間を作った方がいいんじゃないかなと思いますそっちに時間をうんアドバイスはしますけれどもうん101回アドバイスはしますけれどもうん <laughs> あのそっちに時間を総力しないとあので特に僕は思うんですけどかなさんは露出した方が絶対いいんですよなぜいいかっていうとまずその,あの子供を持ってるお母さんママで MLM やってる強いですねでこれで情報発信ができる神です神ですだこれはもう武器なんですよ子供がいるお母さん MLM やってる情報発信できるこれはね マジで神で神す、うん、これはもう共感も得れるし共感も得れるしその女性目線でも話せるしでそれでネットで情報を発信できる人が少ないので、うん、なぜ少ないかっていうと一番最初の話言った通り「MLM」ってみんなにあんま言いたくないですよみんな。ね私 MLM やってるんですよって正々堂々とあんまみんな言えないですよだからこそっとこう陰でやってる人がほとんどなんですよ、ね、MLM って。 人にあんま言わないですよ僕なんかもういや、ネットビジネスやってないのぐらいですからね。バカじゃねえみたいな。え、なんで今ネットビジネスやらないのみたいな。ああ、ありがとうございますみたいな。あ、やらないのねー。あざーすみたいな。いや、そりゃ僕稼げるよ。やらないからね。みんなライバル増えないし、ありがとうございます。やらなくていいですよ。やらないでください。もうやらなくていいです。みたいな。<laughs> だからライバル増えるから。でも、なんでこのご時世ネットを選ばないの。これから少子高齢化分かってますよね。と 少子高齢か,分かってますす大丈夫ですよね <laughs> 日本の人口減ってるのにね,ねこれからどういうビジネスをやっていけばいいのかってネットを使って多くの人にリーチができるビジネスをやらないと限界がありますよねじゃあ今街中の商店街どうなってますかイオ,ンにイオンが出てきて全部潰れてますよって話で、ね、街中の商店街大丈夫ですかみたいなイオンがねボーンってきてもう全部潰れてるじゃないですか実際もうイオン独り口なんですけど 大丈夫イオンより資本力あるんですかみたいな、ね、いやインターネット0円で世界にリーチできるよって話で僕はネットしかないと思ってるんでうんで逆に言うと MLM の情報をネットで拡散してってやっていくのも最強ですねこれも、うん、いいと思いますはいということで1回目はこれで終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました